ガスデニーも聞いた。まあ、きついぐらい、もう今ってなってことですからね。そうなんだ、森島さんもそのパフォーマンスになったのね。聞いてるな、黒木っていうのが、みんなすごい結果としてなコメントなんですけども。ほら、はっきり分かりますからね。そうなんですよ。そうですよ。先生ってどうですか？ね、僕らも上で話してたんですけど、だいぶこのセレッソの一員としてピークに立って、やりやすくどんどんなってきてるんじゃないかなという印象を受けたんですけど、どうですか？いや、新次元とか2年生とかやっぱり、バッターという状況なんですけど、そこでなんか送ってビジネスを割り出してた時とか今日終わったんで、そんな一員ですか？いや、最高ですね、最高。僕らの選手もね、5点取って5点取って2番じゃない。